今回のゲストは元サッカー選手の島翔平さんです。現在のグルージャー盛岡さんには、はい、どういった経緯でコーチに就任されたんですか？就職活動を11月の半ばぐらいからですかね。 J3 で勝つならこうするべきだっていうのを32ページにわたって、おお、すげえ、資料をまとめて。タモリチャレンジ、今回のゲストは元サッカー選手の島翔平さんです。島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。盛岡、寒いっすね。寒いです。めちゃめちゃ寒いです。寒いっすよね、はい、あ、そうか、最近ですもんね。そうです。こっち来られたの今年なので、1月の半ばに来て、まだ9ヶ月1年経ってないですね。来た時がちょうど1月だったので、スタッドレスタイヤか履き替えて、で車で13時間かかけて盛岡まで来て、大雪でした、もうその時。あ、そうだったんですか、はい、今日はいくつか質問させていただきたいんですけれども、はい、定番の質問がありまして、はい、お金の話なんですけど、はい、まず島さんは、はい、今グルージャー盛岡チームのコーチをされているということで、はい、間違いないですか？はい、間違いないです。コーチ業というのは基本、はい、1年契約とになるんですか？そうですね、僕は1年契約で単年で今年はしています。こう全くそのコーチ業の年収っていうのはイメージできないんですけど、はい、どんなイメージすればいいですかね？何かに例えられるんであれば、はい、前してた仕事よりはお給料はいただいてるような形ですかね。前は何をされてたんですか？前は7年間地元の奈良県で教員をやってました。はい、はい、じゃあその当時の教員さんよりかは待遇はいい？そうですね、まあ単年契約っていうのがついているので。現在のグルージャー盛岡さんには、はい、どういった経緯でコーチに就任されたんですか？昨シーズンは JFL の奈良クラブで分析担当という形でトップチームに関わらせていただきながら、スクールの方もスクールマスターという形で奈良県にあった他のスクールの手伝いもしながらという形で1年間やっておったんですけど、プロとしての経験が自分自身ないので、まあ教員を辞めてこのサッカーの仕事に就くっていうところで、ある程度こう覚悟を持って自分の中では来ているので、ずっとこうプロとしていろんなクラブを経験してない自分がこの世界で生きていくためには、同じ自分が育った奈良のクラブでずっと何年もいるわけにはいかないなっていうのがあったので、昨年 J3 への昇格も奈良はできませんでしたので、監督も退任するっていう現状の中で、まあ、自分も辞めて自分で新しいクラブを探して、いろんな全国各地に仕事する場で人とのつながりっていうのを作って、まあ、自分自身この仕事でしっかりと生きていけたらなという思いがあって、昨シーズンの末に自分から辞めますということでクラブの方にお伝えしてから、就職活動を11月の半ばぐらいからですかね、自分で周りの方々に助けていただきながらチームを探してたところ、年末年始に岩手グルージャー盛岡に決まったっていう形ですね。一般的な就職活動だと、はい、こう次のところが決まってから辞めたりするじゃないですか、はいはいはい、そうじゃなくてしっかりけじめ、はい、ビシッとつけてからご自身で探されたっていう、はい、そうですね。初めての、 そのサッカー講師としての転職活動ですもんね、はい、そうです、はいはい、怖くなかったですか？当時その辞める時に奈良の、まあ、矢部さんという方なんですけど、その方と辞めますっていう話をした時も、恐ろしいぐらい前向きやなっていうふうに言われました大丈夫かっていう感じで言われたんですけど、分析っていうことはある程度自分の中でいろんな方から教わりながら、自信もその中で、まあ、JFA 出てた中ではあったので、まあ、自分で動いて自分の気持ちを伝えてやればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに自分では思っていたので、本当に辞めてすぐにちょっといろんなチームからリストアップしてるみたいなお話はいただいて、分析としてですが、どこもやっぱりリストアップ止まりで決定みたいなことはなく、グルージャさんには自分で昨シーズンの試合をバーッと見まして、分析をして、で J3 のデータを見て、
で勝ってるチームの試合も見て J3 で勝つならこうするべきだっていうのを32ページにわたって、おおすげえ、資料をまとめてあって、ぜひあの話を聞いてくださいと今の監督の福地監督にお願いしたところ、ちょっとお互い遠いので会うのも大変だと思うので、うん、メールにて送ってくださいということ でそれをメールになるように PDF 化してまとめて作り直してすぐ送って、翌日には一緒にやりましょうという連絡をいただいて、ね、まあ、サッカーっていうスポーツは何のスポーツかっていうと、おそらく皆さん考えたら分かるところだと思うんですけど、ゴールを奪うっていう目的とゴールを守るっていう目的と、まあ、ここに集結すると思うんですね、サッカーって。で中で自分たちがもうボールを持ってる時間っていうのは攻撃の時間で、相手が持ってる時間っていうのは自分たちが守備の時間、この2つに大きく分けられる中で、攻撃と守備の間があったり、守備から攻撃の間があったり、いろんな言葉今ネットとかでもたくさん出てると思うんですけど、映像を作ったりとか選手たちに説明したりとかトレーニングをする中では、こうある意味こうこうすれば勝てるっていう安心感を与えるような戦術的な部分をやるんですけど、逆にこうメンタルのところも含めて、あでそこも含めてある程度映像を通して客観的なものを見せてあげながら、ピッチでそれをトレーニングして、でこれをすれば勝てるっていう、相手はこうしてくる、こうやってくる、じゃあこれをしよう、じゃあこれができたらこれをしよう、この時間帯にはこうしようとか、そのメンタルのところも含めてチームにこう戦うってことを植え付けていくような。へえ、面白いですね。面白いし感銘を受けます。課題に対して対策を講じることが、はいはい、その精神的に落ち着きをもたらすっていうことですよね、はいはいはい、そうです。すげえなんか分析官って仕事汎用性があるからいいっすよね。ああそうですよね、なんかよく言われます、いろんな仕事にも含めて、サッカーだけに限らずですもんね、はい、分析官はい、憧れがあります。ああそうですか、うん、結構やっぱ数字って嘘つかないじゃないですか。そうそうですね、だから個人的にはめちゃめちゃ好きな分野ですけどね、はい、島さんなりのこう、はい、結論を出した時に、はい、チームに浸透するまでどれぐらいかかるものですか。やっぱ個人個人によってもちょっと違うところはあります、うん、やっぱりこう素直に任務を遂行しようとする選手はそれをしっかりと目に焼き付けて、ピッチで自分自身が俯瞰的に全体を見れてプレーできるので、すぐにその日のうちにできて、週末のゲームに関しても繰り返しそれができる選手もいれば、局面局面の判断がしづらい選手っていうのも中にはいるので、うん、まずはベースの植え付けですかね。できる選手はまあその週でしっかりと分析に対するやり方は、戦い方はできるっていう感じですか、ね、挫折についてお伺いしたいんですけれども、はい、これまでにそのサッカー選手でしたり、はい、分析官としてもそうなんですけれども、はいはい、大きな挫折などございましたか。自分自身高校生まではずっと奈良県で生まれたところでサッカーをやってて、高校も特にこう全国大会に行くような学校ではなかったんですけれども、自分自身もっとやれるっていう自信がすごくあった中 で大学に進学した時に、あちょっとやっぱり違うなっていうのを感じた経験はありましたね。11人グループでサッカーをするっていう、そういう規律、チームとしてのやり方っていうのが、ボールの奪い方であったりとか攻撃のやり方であったりとか、こういうところにポジションを取るとか、こういう形で攻撃するとかっていうのを11人がシンクロしないとやれないとかっていう、うん、そういう感覚が高校生まで全くなかったので、あ全然違うなっていうのを感じましたね。はい、がインテリジェンス、そうですね、あそうですね、はい。でまあ最終試合にも出れるようにはなって、試合も経験させていただいたんですけれども、やっぱりその最初の
自分には足りてないっていう気持ちが強かったので、大学出る時もサッカーの指導者をしたいなんて気持ちは全くなくて、はい、絶対サッカーに関わる仕事を専任ではやることはないだろうなって思ってたので、で、まあ、分析になるというところに行き着いたのは、去年まで携わってた知的障害者のサッカーで、聞いたことよりも見たものの方が記憶に残りやすかったり、すごくこう理解しやすかったりっていうのがあるので、奈良クラブのジュニアとかで指導とかもしてた時も含めて、スクールも含めて、やっぱりこうスポーツする、サッカーする上では、そういう視覚的な情報っていうのはすごく大事だなっていうところから、映像分析だったり、それを通してピッチで指導するとかっていうことの大事さをたくさん学んだので、そういう視覚的な情報が大事っていうことがきっかけで、今のこの分析っていう仕事にこうつながっていったっていうのはありますかね。指導とかしてて、あ、多分こう伝わりきれてないなって思う選手とか見て、こう理解しようと思ってるけど理解できひんやろうなとかっていうのを見て感じたりすると、自分もそういう時期があったので、すごい分かるんですよね。そういう選手とはよく話したりするようにはします。はい、分析だと、はい、海外だとどこが一番その先進国になるんですか？あ、そうですね、やっぱり監督にもよると思います、実際。はい、去年スペインの、はい、ビジャレアルっていうリーガのチームの分析の方がちょっとこうお会いする機会があって、いろいろと話聞いてたら、どの国も分析に関しては同じようなこうフレームワークというか、大体こうサッカーの本質忘れないような感じでやってて、ドイツは縦に速いサッカーをするし、はい、スペインは相手より1点多く取ればいいっていうようなゲームをするし、そこまでこう切り替えが早いとかっていうのも少ない。でもイングランドはフィジカルが高い上に攻守のそういう切り替えも早いので、だから今プレミアリーグが今一番何ですかね、注目されるというか面白いと言われるのは、まあ、そういういろんなエッセンスが詰まってるからかなとは。もちろんこの個人の好みで好きなリーグは違うと思うんですけど。日本代表だとどんな印象を受けられますか？はい、セットプレーとかは日本は結構巧みなんじゃないかなっていうふうに僕はよく思います。言うと J リーグだったら密集とかって言って、キッカーが蹴るときにゴールライン上に近いところで選手が密集ガーッと入り込んで、そこでまあ、バスケットボールのスクリーンじゃないですけど、マークに対してちょっとスクリーン入れてフリーな選手作ってヘディングで叩いたりとか、そういう規律を用いてこういうことをしようっていうセットした状態だと、すごいいろんな、この前のモンゴル戦でしたっけ、はい、代表戦、はい、でも結構セットプレー多彩なところがあったと思うんですけど、フリーでシュートを打てるような、なんかセットプレーの巧みなのは海外にはない感じなんかなって。あとはまあ速さですかね。あのモンゴル戦なんかは力の差はあるけど、でもまあ日本のしっかりゴールに向かう速さとかっていうのは、まあ、日本のストロングじゃないかなっていうのは思います。うーん、はい、私に一つ質問いただいてるんですけれども、はい、もし質問があればなんですけれども、はい、ございますか？はい、今さっきいろいろとこう話をお聞きした中で、ボクシングをやめられたタイミングとかっていうのはなんでやめられたのかな、うん、ね、ボクシングへの思いは、はい、もちろんありますけど、ボクシングは、まあ、ゼロの状何もない状態から、はい、まあ、プロボクサーになるっていう、はいはい、まあ、夢があって、はい、まあ、その夢をこう初志貫徹で、はい、たどり着かなければいけないという思いだけでやってたんですよね、はいはい、でもボクシングの場合夢叶っちゃったんで、はい、天井が決まっちゃってたんですよね。なるほどなるほどなるほど。
で言っちゃえばそのプロになった時点で、はい、僕のその情熱とか思いっていうのはファーってこう蒸発してしまったのかな、達成したっていうところです。はい、あ、なるほど。とイレブンチャレンジというコーナーがありまして、はい、11秒以内に私にパンチが当たったら粗品プレゼントというコーナーがあるんです、はい、これ奥さん、はい、やりますか、やりませんか。いや、じゃあチャレンジやります。はい、ぜひ。ありがとうございます。はい、ではイレブンチャレンジどうぞ。ガンガン来て、ガンガン来て。オッケー、上がった。柴田さん、ありがとう。この番組はですね、はい、私がアスリートの方ゲストにお招きしまして、はい、アスリートの方が次のゲストの方をご紹介していただいて、はい、最後はタモリさんまでたどり着きたいという野望を持っております。はい、はい、島さんにもお友達を紹介していただきたいんですけれども、はい、どなたがいらっしゃいますでしょうか。はい、東京で、はい、バスケットボールの B リーグのチームで、はい、昨年一緒に仕事をしてたものなんですけれども、あ、今その、はい、奈良で一緒に仕事してたんですけど、そのものが今東京の B リーグで、はい、そういうバスケットのアカデミーのダイレクターっていう形で、まあ、すごい子供が好きな方で、桜井直也という、はいはい、男を紹介したいなと思っています。元サッカー選手がバスケチーム、はい、もともと彼は自分で幼稚園を作りたい、はい、今まで奈良で経験してきたものをそういうバスケットの世界にうまく活かせればなっていうので、そっちで今働きながら、その幼稚園とか保育園とかをそっちで起業する準備をしているような、へえ、はい、すごい大きな目標を持って頑張ってるやつがいるので、はい、僕も応援したいなって思っているので、ぜひ。では楽しみにしております。はい、では島さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。歩こう。